僕には蜘蛛の巣薄い。うわっ！出張ホラーナイト。はい、パート2なのか、これは。我々今八王子霊園というヤバすぎ心霊スポットの近くに来ております。めっちゃヤバいじゃん。霊園っていうのは由緒正しきお墓なので、うんうん、あ、墓がこうずらーってあるのが霊園。夜はあんま入れないとこ多いんですよ。そうですね。だ今日も霊園には行かないんですよ。そこのヤバいって言われてるところは霊園ではなくて、はい、今目の前に見えている電話ボックスなんです。え、あれ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 ヤバいの。あれなんです。霊園ということで霊が大量にいる場所なので、子供が遊んでいるっていう目撃情報があったり、電話をかけようとした方がなんか女の声が聞こえたとか、そういった怪奇現象がめちゃくちゃ多発している電話ボックス、超いわくつきの電話ボックスなんですけれども、そちらに今回一人ずつ行ってもらって、マジか、はいはいはい、出た、受話器を握って自分の身元に当ててもらいます。はい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 、ちょっと電話しちゃわないですか。できるんですか。いや、わかんないけど、10円入れて誰かの携帯に電話して。携帯に電話する。じゃあ、じゃんけん負けてたらそうしましょう。じゃあ、出た出た、じゃんけん。よし、じゃあ順番まず決めていきましょう。はい、最初はグー、じゃんけん。あいつまで多いな。じゃんけん、じゃあ負けた方って、まあまあまあ強兵でいいかな。強兵でいいです、うん、じゃんけん負けちゃったから、うん、負けちゃうもんね。最後の人の方がいいでしょ、そういうのは。はい、行きましょう、やりましょう。じゃあ強兵さん最後勝つ、電話で僕たちの電話にかけてください。わかりましたと、はい、で、このスポットなんですけど、近くに今度南多摩霊園っていう、うん、でっけえ霊園がもうすぐそこにあるんですよ、うん、あ、この辺、あ、密集してんだ。で、プラス斜めの方向には八王子城跡っていう、結構この近辺で最強とされているような心霊スポットがある。霊がうようよいると思うんですよ、ここマジやばい。一番この辺で密集してるエリアなんですよ、うん、あ、もういても全然おかしくないって、ね、全然おかしくないです。ということで早速ちょっと行ってもらいましょう。で、ここから見せて噂の電話ボックスです。ここです。かけていきたいと思います。はい、今入りました。で、ここが電話ボックスなんですけど、皆さん、ここが電話ありますね、電話。じゃあ、かけたいと思います。なんもないですね。まあ、雰囲気やばいな、でも。なんか違う雰囲気。嘘っしょ。え、嘘っしょ。なんかいました。今触られた。マジで触られた。ちょっと怖っ。出よう。おかえり。いや、ただいま。おかえり。あかんだよ、あそこ。なんか変な動きしてる。変な反応してる。いや、なんか入るじゃん。で、俺別に電話こう握って耳当てたけど何も聞こえなかった。でもなんか体がゾワゾワしてて、その瞬間足の手首ら辺が手がこうやって触る感触があって、だから俺うわってなって下向けたんだけど何もいなくて。こんな感じじゃない、こんなポップな感じじゃない。全然全然、入った瞬間マジ、マジで異空間行った感じ。ちょっと言い忘れちゃったんですけど、月曜から夜更かしっていう番組でも取り上げられたぐらい結構ヤバいっていう噂が絶えないで、番組が来ちゃってるぐらいもうヤバいの、ね、よ。でも一気に怖くなってきた。しかもその下電話ボックス開いてるんだけど、だからその風かなと思ったけど、もう明らかもう違う。じゃあ続いてたつきさん、いってきますわ。いらっしゃい。別に見た感じは何もないんだけどね。じゃあ入りますよ。うん、まだ一応一周しとくか。今んとは何もないけどね。じゃあ受話器持ちます。え、このロープすっげえ切れてる。切れそう。わかる、これ。今んとこなんもないかな。特には蜘蛛の巣薄い。うわっ！うわっ！今んとこなんもないかな。特には
蜘蛛の薄うわうわっ特には蜘蛛の薄うわっうわっあ、やばいよ、ちょっと待って、一回出るやばい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 かも、やばいってあそこ待ってこれあそこやばいってえお前までタツキもね、同じ反応してた今超でけえ声でどうしたの行かない方がいいかもしれない、マジで長ズボン履いてんだよ、うん、何それなんで足超冷たいのっていや、風だと思って、ちょっと足急な変なヒヤっていう色が来たやばいやばいかもしれない、マジでやばい俺のこと疑ってその目、疑ってる目やめた方がいいよ、マジでやばいから疑ってんじゃない、普通にいや、本当にやばいこの後行っていいのかなっていう私とターボ一緒に行った方がいいんじゃない行った方がいい、うん、一緒に行っていいんだやばいうんいや、俺普通にマジに逃げて一人ずつ入るかうん逃げてとかやばいよ、マジで逃げたい、ほんまやだそれやばいでしょ、で俺とターボがやばかったらちょっと強兵やめとくわ、うん、先じゃ俺入るよ、ああお願い、ちょっと怖すぎて閉められないです、閉めます、雰囲気やべえな、確かになんか足元が冷たい感じはありますね、ちょっと怖すぎて喋れないっす、あんまり閉まった後の密封の音のない感じがやばい、閉めます こんな感じですね、一回なドリバンボックスで俺の肩に猫の霊みたいなの子供の霊みたいなの映ったことあるからちょっと怖いんだよな、受話器耳にかけてみます、なんもない、何にも聞こえない、普通俺らはなんもなかった、ほんまなんもなかった、足めっちゃ注目して入って足マジで寒くもなんともなくてガチ、だから寒くもなんもないでしょ、なんもないです、だからおかしいの、足が冷えたの、もうなんか変な違和感あるしまだ足、次一人ですから、強兵じゃあ誰にかけます、かけてほしい人、かけてほしい人はいないよ、あ、いないんだ、嫌でしょ、誰も嫌でしょじゃあ大輝、なんで俺なんだ、うわ、ちょっとひんやりしますね、公衆電話ってどんな感じで買ってくるの、とりあえず大輝にかけていきます、うわ、さ、超さ、通知なの、もしもし、あの、めちゃくちゃ寒いよね、こんな感じ、こんな感じだよ、うん、かぶっちゃう、怖いから、なんか、異常ある、俺の声とか、大丈夫ですか、大丈夫だね、大丈夫かな、うん、怖いだけですね、バイバイ、気持ち悪い別に何もなかった、俺の声、うん、別に何もない、や、俺も特に目に起きたことは何もないけど異常に寒かった、やっぱ寒いんだ、え、超寒かった、まあ共通して寒気みたいのがするという、うん、そうだね、まあ、あとは動画を見てみて声入ってましたら皆さんコメントをよろしくお願いします、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 チャンネル登録動画よろしくお願いします、お願いします、バイビー、うわ、近くに今度南多摩霊園っていうでっけえ霊園がもうすぐそこなんですよ、うん、あ、この辺、あ、密集してんだ、で、プラス斜めの方向には八丈寺城跡っていう結構この近辺で最強とされているような心霊スポットがある、あの
女性見えない。どこに？何よ。あ、ほんとだほんとだ。え？え？マジ？え、今誰かグーって言った？